せせせせせせつけいやあ、せつなきゅうすきだよ。皆さんはアキネーターをご存知でしょうか。アキネーターはですね、何か一つのキャラクターや実在する人物を頭に思い浮かべて、魔人からの質問にそのキャラ思い浮かべたキャラや人物に当てはまるような回答をし続けていると、魔人がそれが何のキャラクターや人物なのかを当てに来るというソフトです。最近ツイッターでこんな話題が上がりまして、アキネーターに特定のキャラを想像せず自分の好みを答えれば知らない理想のキャラに出会えるかなっていうのを試してみたところ、安納が出たっていうことで結構笑いの谷になっとるみたいです。それを見て真似た人がやってみたら、こちらの理想の女性が誰なのかを出させようとしてるってことがアキネーターにバレてるみたいな感じのことを結果になった人もおるみたいでして、結構話題になってますね。そこで今回は俺刹那圭介が同じように自分の好みで答え続けたらアキネーターにどんなキャラクターを出してもらえるのか、どんなものを出してもらえるのかっていうのをちょっと検証してみたいと思います。では行ってみましょう。イヤホー。それではやってきましたアキネーターのページ、久しぶりやな魔人。思ったんやけど、お前の魔人の名前ってなんて名前なんだろうなあ、最近ってこういうテーマを決めるんじゃ、キャラクターか動物かっていう。キャラクターやな。女の子？ああ、もちろんです。女の子です。男に恋はせんだろうが、理想の彼女なのに男ってなんや。理想の彼女かっこ男ってなんやね。実際に存在する。俺は二次元に行こう。二次元に行こう。二次元に持って行こう。いいえ。三次元よりも二次元出てほしい。学校に通っていますか？あー、どうだろうな。結局好きだったら学生だろうが社会人だろうがって感じがあるけん、わからないかな。名前に、小文字がありますか？どっちでもいいや。わからない。北海道に住んでいる、どうでもいい。どこに住んどってもいいや、別に。わからない。東北弁を話しますか？東北弁。なんか、自分がわかる言葉じゃないとちょっと嫌やなって。別に東北弁を話しちゃう人が嫌ってわけじゃないんやけど、どっちかって言ったら標準語の方がいいかなっていうか。というわけで、いえ。頭文字が K で始まる？それ別にどうでもいいや。誰？ケツ、なんて読む？ゆずきゆかり？誰？ゆずきゆかり誰？知らん俺。別に関係していようかしていないかどうでもいいや。わからないそこ。主に関西機で戦う。関西何の話をしてるんだお前。俺の知らない話をするなお前。関西機、もしかして観光への話をしようかな。別に戦わない戦わない。家でさ、俺の帰りまとってくれた方がいい。呼び名は2文字ですか？別に2文字でも2文字なくてもいいけん、わからない。わからない多いな。有名な妹がいますか？有名な妹かあー、人気アイドルのお姉ちゃんみたいなポジションか。どうでもいいわどうでもいいわ。妹の情報どうでもいいわ。ニックネームは2文字どうでもいいどうでもいいことばっか聞かれてくる。犬を飼ってる、どうでもいい。飼ってようが飼ってまいが関係ないわお前誰？名の知れぬ美少女、いつからあなたが出会うことになる運命の人。運命の人おる誰誰か運命の人みたいなのが出てきたこれもしかしてあれか、最近理想の彼女じゃなくてさ、理想の彼女はそんな人はいねえよっていうんじゃなくてさ、名の知れぬそういう人が未来的に出会いますよあなたみたいな感じでさ、ちょっと方向性を変えてきとんかな。アキネーター、なんか俺の思っとったやつと違う展開になってきたいや俺が探したのは運命の人じゃなくて理想の人なんよな。だからこれ家選べさせてもらう。つけすぎまーす。腕が片方ない弟がいる。何の話をしているんだ何の話をしているんだ。腕が片方ない弟がおるってことはちょっと介護とかやらなあかんけ、それは嫌だな。それは嫌だな
ゆずに関係しますか。ゆずってあのアーシストのゆずか。別に関係してようか関係してないか関係ないな。熊本出身ですか。別にどこでも出身でもいい。大学で教えている教授。あ、教授ってことは頭いいような。あ、頭いい女の人がいいような。はい、でしょ。待て、白無常と仲がいいです。誰だ、だから誰だ。それ誰だと仲がいいですかシリーズ、俺知らんのよ誰かよ。わからない。降参とかあるんやな。お手上げ、俺には理想の女なんかおらんって言いたいんかお前。違う。本当のわからない降参とかやめろお前。